当に難しいことは確かにやってはいるんですけど、うん、受け手側はもうちょっと体で聞く音楽というか、なんかそういうところを体感してほしいっていうのが一応、本当に生で見るのが一番楽しいっていうのが思うので、とにかく一度足を運んでもらいたいなとは思ってます。もうちょっとやりたいです。月1、うん、それこそ皆さんが見に来てくだされば
ね、私たちはいくらでも頻繁にできるっていう感じで、こっちはなんかどんどん熱が高まってってるというか、体が温まってってる感じはやっぱりありますかね、うん、皆さん一通り触れてると思うんですけど、ライブ本番では多分やってない楽器多いじゃないですか。って考えると、じゃあ岩原さんから。そのアナウンスだって3点でしょう。ああ、ドラム。じゃあ今日3点。かっこいいじゃん。パチッとかやる。あるし、ビジョンがあるんだ。あれできないもんね。あ、それと俺もそうだね。あ、じゃあいつもさんもそうだ。そうそう。じゃあもうみんな持ってきたらいいんじゃない。みんな3年それなんか早かに持ってきた。確かにできる。憧れだよね。憧れだ。ケタムさんは俺どうかな。シンプルだから専門にトライアングルだけでやってようかな。お新しい楽器を覚える。もちろんね、ちゃんと練習しないと無理だろう。うん、低音を出しすぎた反動なんじゃない。そうかもね。吉垣さんは。いや、どれでもいいですけどね。それでもこれなら、ね、うん、全部できるから。吉垣さんね、そうか。顔物とかもやる。やってもらってますもんね。やってます、やってます。ベースは弾いてみてほしい。確かに。ベースどうですか。ベースできるでしょ。ね、嫌な予感がしてきた。今日は危ないっすね。ちょっと吉垣さんが四苦八苦すると見てみたいな。その姿見たことない。楽器以外の楽器に触れてる吉垣さんって俺見たことない。あ、そうなんだ。ないですね。イメージないもん。管楽器を少し吹くけどね。あ、そう。あら、昔だって大友のバンドでトランペット弾いてた。ええー。しかも金管なんですか。もう楽器増えた。いいこと聞いちゃった。じゃあ交互期待というか。ダリさんは？俺ベース弾けないけどやっぱいいっすよねベース。うん、かっこいいじゃね。ベース取り合いなんていた。取り合い。選んじゃったりして。マサさんは？上手にできたらいいなって思うね、ジャンベかな。あー、わかるでもね。上手に叩けたらね。手が痛いよ、上手にできればね。うん、確かにね。手で痛そうですけどね。手で痛いと思います。痛いと思います。叩けない、叩けないからか、やっぱ力が入っちゃう分。うんうんうん、では、あの、岡部さんの手を見る。岡部さんの手は、ボロボロになって。ボロボロだし。見るテーミングで。マツロは指先がもうちょっと夢がないみたいなケアしないと思う。えらい手が痛いのが気持ちいいっていう人がやる楽器だからあれは。そうなんですね。サウナの水風呂に行けるっていうか、あれ好きになったら川も好きになる。そうなんだ。そうそう。そうなの。もうなんかこうだんだん痛え。チキシャーでも。明日を見る。確かにね、その先にある。それがある人がやるよ。そういうこと。なるほどね。ケントさん。いやー、ベースもジャンベも取られたなって感じですよね。いや、別にそうですよ。どっちともやりたいですね。やってみたいですね。なんかでもありますよね。翔さんは。僕も皮物はちょっと捨ててます。捨てた。なるほど。無理だなと思って。痛いの、その、痛いの好きになったら好きになるみたいな。そうそう、痛いの本当嫌いなんで。ちょうど、あの、マスオさんいなくて、スルドをやってたんですけど、スルド面白いなと思うんですけど、見た目的なものあるじゃないですか、その、スルドらしさというか。あのキャッチャーとかゴールキーパーとか、キーパーだから僕も結構真逆の見た目だからなかなか回ってこないんですよ、するのって。それで選んでないんですけど。でもそれもあるから。でもマスオさんはね、ミスターするの、ミスターするの、もしマスオさんがあの欠番だった場合は、あの試しに
やってみたいなってのがあるかもしれない。うん、でも私なんだろうな、もう全部出されちゃったの、見ることなくなっちゃったんですけど、数えてもいいです、数えてもいいです、ここになくてもね、あ、ここになくてもいいんじゃない、なんかピアノです、嘘です、早くない、早くない、そうですね、あ、でもアクセサリーとかも面白そうですね、ああ、確かにね、竹山さんもオールマイティーですけど、うん、アクセルにあんまりいるイメージないですもんね、そう、実は本番やったこと、いや、あるの、この前やってたじゃん、カーベル、カーベルをこう自主的に、いやいや、あの入れ替わったりしてたじゃないか、そこでぐるぐるやってました、そっかそっか、うん、あ、でもやったか、いいですか、面白かったですね、そんなことありましたっけ、あの高崎の…違う、有楽町、じゃあ、稲田さんが、稲田さんが、あ、そうか、そうか、そうだ、そうだ、そんな面白いことが行われた、後ろの4人を入れ替わってもいいっていうお触れが出た、ギリアで、そうそうそう、面白そう、面白そう、面白そう、一曲ずつ入れ替わって、でも定期公演もなんかいいんじゃないですか、それ作っちゃう、入れ好きだね、自由でいいな、いいかも、でも別に入れ替わっちゃダメと一言も言ったことないから好きにやっていくんですよ、でもなんか空気的に、ね、あの今日はなんかこうって言われてる、最初のうち決めてたじゃない A パターン、B パターン、あー、そうか、そうか、やってる途中に切り替わるもありかなと思ってる、あー、でもそれもありかもしれないですね、ね、ただ私がすぐ戻って言うかもしれないってことで首ってことでもそんなもう本当に自由にやってほしいですから、何が起きるか今後もわからない感じなんで、はい、団長は何をやる、私今後じゃないの、うん、今日今後、ね、今日今後やるんでしょ、ボロボロになって今日もうすでにリハーサルで今後を叩きまくっててめっちゃ痛いですけど、うん、もう今日は皮物やりたくないので同じ感じ、皮物は皮物は明日になったらなんか嫌いで尺度測ったことないな、サッカーのドンドン、これでも破壊力ありますからね、音がバッチリ当たってきて、うん、ドンとロール、ドンとロールこれだけでもなんとかなる、確かになる、なんとかなる、なんとかなる、あとはあ、これ好きです、あー、ローとハイで分けるっていう、うん、こうするのかこうするのかを、うんうん、そのたまに本番中にどっちでやるのかを聞いたりするんですけど、はいはい、それの時にめっちゃドヤ顔になる、なんで こっちなのこっちなのみたいな、ああ分かってますよみたいなサインが、俺からでも質問できるのでつって、確かにやりやすいし、確かに、しかもなんか陽気な感じですそれはないと思いますけど、アロハアロハ、あのこのあ鳥が、たまに来る鳥がありますね、鳥が飛ぶ時があるんですよね、リオでも何回か飛びますよね、鳥、ねうん、のマークもあります、結構Lテンポオリジナルのサインも編み出してますからね、うんうん、サインのサインこれですね皆さんそれがちょっとドキッとされる、コンダクターをチェンジするという、で俺これかも、これ迷う、やっぱり迷う、分かってはいるが、なんか強く叩いちゃう、強く叩いちゃう、そう違うとは分かっていつつ強く叩いちゃう、チェンジアイデアっていう、うん、あのすごく皆さんに委ねるんですけど、何か今やってるバックグラウンドの音楽の何かのアイデアを変えてくださいっていう、すごいざっくりとしたサインなんですけど、フォルテッシモと多分ちょっと似てるんですよね、っていうのも解剖してる、そう解剖してる、ね、解き放たれたって、そうでこれをやってQを出すと皆さんすっごい音量が上がるんです確かになんか、ね、解放しなきゃいけない気分になるんですよね、見るとこう引き算してもいいんですけど、みんな必ず足し算してくるっていう、うんThank you.
これの判断。いや、わかるよ。上と下の。とこれなのかこれなのか、どっちがどっちだっけみたいな。何個で割るみたいな感じですか。うんうんうん、で小説何拍あるとか。うんうん、これ未だにたまに迷いますもん。うんあ、そうなの。ほぼ勘でやった。どっちだろう。4泊をあのいくつで割るかみたいなのがあるんですけど、それが皆さん未だに混乱するんですね。うん、でもそれこの前なんか言ってましたよ、ね。やっぱりなんか2ヶ月に1回だと。あの緊張、うん、初心に帰っちゃうから、あそうやっぱよりこうエルテンポ付けにしたいみたいなこと言ってたじゃないですか。うん、うん、したい。そういうことじゃないですか。そうです。もっと回数をそうですね、増やしていきたいのも、お酒飲んで戻ってもらうっていうね。そうですね。なんかその会場の空間作りもそうですけど、よりなんかこう音楽とお酒と語らいとっていうのを楽しんでもらえる、ちょっと皆さんが今まで楽しんだことのないようなイベント作りっていうのを目指していきたいので、それをやっていきたいのと、本当にとにかくいろんな人がいつ来ても楽しい音楽がそこにあるっていうのを目指していきたいと思っています。ないじゃないですか。唯一無二の音楽即興ですからね、うんうんうん、あと音圧もね、うん、生じゃない結婚範囲システムって口でどんだけ説明してもライブの音源持ってってもビデオで見せてもなんかなんとなくやっぱ伝わりきらないところがちょっと難しく伝わるよね、うん、そうあってもっと本当に難しいことは確かにやってはいるんですけど、うん、受け手側はもうちょっと体で聞く音楽というか、なんかそういうところを体感してほしいっていうのが一番、本当に生で見るのが一番楽しいっていうのが思うので、とにかく一度足を運んでもらいたいなとは思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。